学んだと思うことの3つとしては、1つは共感力、さっき共感してくれるって言ってたけども、やっぱり自分への問いと他の人への問い、これどうやったら自分は何をワクワクするかっていうのと、じゃあ周りの人はどういうふうに話したらワクワクしてくれるかなって、一緒に誰たくさんの人巻き込んでいかないといけないから、どうやって話すのが一番ワクワクするんだろうって、こうミーティングルームに入った瞬間に相手の人がど何を言ったらもうニコッと笑うかとかずーっと見てるから、でそれでどのネタに一番噛んでくるかなっていうのをずーっと見てる。なのでそういうなんかこう、どういうふうにこの人話したら巻き込んでいけるかなっていうのを、こう肌感覚っていうか、そういう本当に共感することがすごく大事だなと思ってるね。あとはじゃあ共感するのもテクニカルじゃない、テクニックだけじゃなくって、やっぱり自分が腹の底から思ってるのがすっごい大事だと思うんですよ。で、いろいろね、こうなんか新しい事業やる人たちって頭の中でこのマーケットの技術がどうとかかとか、ニーズはこうであって何パーセントが何とかかとかでって頭で考える人多いんだけど、それだけだと多分うまくいかないことって多いんだよね。事業って絶対にハードルがあって、絶対難所があって、絶対に失敗する確率が多いって言うから、多分ベンチャーの 95% 失敗してるわけだから、その時に松下幸之助さんってどなたか分かる？うん、9代だね。分かる。誰だ？パナソニックのね、創業者。さすがです。何でも知っとるね、君。すごい。そうですね。で、松下幸之助さんがおっしゃった言葉の中に、成功する人は諦めない人だっていうすごい単純なことがあるんだけど、要は成功するっていうのは結果論であって、フットガーンってこう困難にぶち当たった時に諦める人はほとんどですと。そこで諦めたらおしまい、失敗やるかもしれないけども、そこで諦めなくて這いずり上がって、また来てまた諦めずに這いずり上がっていればいつかは成功しますっていう言葉なんですよね。まさに主さんがそれで、自分が腹の底から思っていることって諦めないよね。頭でこの車ニーズあるかないかなっていうのは諦め、困難に打ち当たった時には諦めやすいんだけれども、やっぱり自分が腹の底からいろんな原体験の中でこれだと思ったことは絶対諦めないことが多い。だからしかもそれをみんなが見てるんだよね。いろんな人が私が言われる、今いろんな人に言われるのは、正直その1000万出した人でさえもできると思ってなかったと。開講師の時にね、その100人のファンの人たちが来て、いやよく学校できたねってなんかできると思ってなかったんですかね、大事なんだけど、でみんながやってるのは、でもあれすごくいい、このプロジェクトいいプロジェクトだと思ったし、でもなんでその1000万出そうかどうかって決めたかって言ったら、すごく難易度で書いてるけども、あなたがやってできないんだったらできないと思ったと。こいつは逃げないと最後までっていう、その気迫を感じたって言ってもらったんですよね。でやっぱりさっきの自分の問いが大事なのはそれであって、なんかで多分それの自分の問いって見つかるのって多分何十年もかかったりするかもしれないんだけど、それにぶち当たった、それになんかそのこれだと思ったものがあるときに、多分人って動く、自分も動くし人も動く、人が自分が突き動かされないことでは人って突き動かされないので、やっぱりその共感力とか原体験力がすごく大事だと思うので、自分が本当に好きなものをガンガン追求していくっていうのは、それに一番近道だと思うんですよね、と思います。はい。でもう一つが感謝力って書いてあってます。でこれ私たち2008年からずっとお金がなかったので、2012年までは全員ボランティア、何百人というボランティアで1円も運営費をかけずにサマースクールの面接とかもうちの今でやってましたそう、怪しかったんだけど今考えるとなんだけど、っていうぐらい全くお金使わなかったんですね、4年間で。何が起こるかっていうと、ボランティアの方たちなんで、日中お仕事があるから、じゃあ夜中にミーティングしましょうとか、あるいはね、お母さんだったりすると、いや子供が熱出したから今日休みますとかっていう人がいっぱいいて、もうなんか自分が自由にいたらもっと早いのにとか、もっとうまくできるのにと思ったことがあったんですよ。でもふとある時に思って、でも私は10人いないよなと。私みたいにこれを必死で場所があるのに120時間も1日25時間までやってる人はいないわけだね、10人は。だとすると、私が一生懸命頑張っても10、私の馬力が10だったら10しか結果が出ないんだから、もう一人のボランティアの人が2やってくれても、あるいは5やってくれてもとしても、足したら10より大きいじゃない。そしたらこの足して 10以上になるってことに対してすっごい感謝の念が湧いてきて、
途中で帰っても夜中しか会えなくてもドタキャンされてもそれでもありがとうって一人一人の人にボランティアの足を持ってきた。それが多分私たちのチームのすごく大きな力だと思うんですよね。差分というかデルタというかそのもう一人のチームメンバーもう二人のチームメンバーという人たちに心から感謝していくってことがすっごく大事だなというのを思うし、それ私今でもそれは感謝を表しきれてなくってしたのなんですけども、それが大事だなというふうに思ってやってます。で3つ目に楽観力で、これが果たして才能かというのを変えるんだけど、あと意見なんですが、大日本帝国は、さっきの対戦で、根拠のない楽観論で負けたんですけど、そうね、根拠のない楽観論で負けた大日本帝国と同じだと思われたけど、楽観、そうね、根拠なしは困るよね。そう、多分、ここで言わんとしてるのは、いくつかあって、楽観力って私多分意思を持った楽観力がすごく大事だと思ってるんですね。何を言ったりすると、やっぱり何かプロジェクトを率いていく人たちってすごく楽観力が大事だなと思う理由をちょっと話したいんだけど、誰かがこう例えばお金が集まりません、行ってうわこんな人と会えることになっちゃったって言ってまた断られましたって時にこそれがことばっかなんで、ね、それでああこの土地いい土地に使ったと思ったら買えないとかそういうことばっかりやった。その時にいちいち私がああもうダメかも、あまたもう買い物遅れちゃった、ああもうダメかもって思ってたらどんな雰囲気になると、なんかみんな微妙な感じになるよね。そうで、その代わりに私が大丈夫と、土地も買えなかったしお金も集まったんで絶対大丈夫、まあそれか根拠がいけないけどっていう風になったら、みんななんか大丈夫っぽいからちょっともうちょっと続けてみるかってなる。やっぱりトップを張ってる人間っていうのはその楽観力がすごく大事で、プラスでもさっき言ってみたように根拠がいけないから示していくことが大事だよね。だから意思を持った、でも神風が吹くと信じてはいけない、そういう信仰上はそう、それはそうだね。そうね、自分の言葉をし、あんまり信じすぎるとろくなことにならないぞ、そうね、だからその神頼みじゃなきゃダメだよね。でさっき言ったその意思を持った楽観力が大事だって言ったのは、私これ最後のメッセージに書いたかもしれないんだけど、悲観は気分に属するが楽観は意志であるっていうフランス人哲学者の言葉があって、私めっちゃ好きな言葉なんだけど、何を悩としてるかっていうと、そうやってうわーってダメかもっていうのはただの気分ですと。なぜならばそのダメかもと思ってるその目の前に原因があるわけだよね。その原因をよっこらせって閉じ取り除いて、でその先にある未来が楽観できるものにできるかどうかって自分の意志にかかってると思わない？環境要因とかによっても変わるけど、そうね、そう、もちろん環境もすごく大きいと思うし、例えばリーマンショックなんて私がああダメだと思うなとなっちゃったと思うわけだから、みんなのお金がなくなったのは変えられないし、環境は変えられないことも多い。でもその中でもたくさんこう、あ、じゃあこうしようかな、じゃあこうしてみようかな、じゃあああしてみようかなってやりながら、自分の目の前に悲観の材料を取り除いていくとすごく大事で、それは私多分意思を持った楽観力だと思うんだよね。で自分が目の前にあるものを取り除いていきながら未来を楽観できるように変えていく、それはすごく大事で、特に新しいことをやっていくとか難しいことを挑む時っていうのは必ず困難があるので、そういう時に神頼みではなく、ね、環境のセンスも環境のせいにするのも簡単だけれども、意思を持って楽観して楽観できるように自分で切り開いていくってことがすごく大事なんじゃないかなってことをこのプロジェクトで多分一番学んだんじゃないかなというふうに思います。すっごい面倒くさがりだったら、面倒くさがりの人に向いてる仕事ってなんかないのかね。例えば面倒くさがりな人向けに新しい電化製品を考える人とかさ、例えばね、とか、あとなんだっけ、今すぐぞデジタルハーツでしたっけ、それこそあんまり外に流らないっていう人たちのために、でも引きこもりだとすっごい集中力があるから、デバグって分かるプログラムにはめちゃめちゃ向いてるってことが分かって、そういう人たちばっかりデバグやったら世界で一番デバグがうまい組織になっちゃって
で今すごく受注が多い会社なんだけど上場してるし、とかなんか一瞬それって普通、まあ、それとか時代がするからみたいなそれってね欠点かなと思うことでも本質があるから長所だったりするんだと思うんだよね。だからそれが長所だったらどうやって使うのかなっていうふうにならない、なれるから、なんか周りの人がそれは欠点だっていうか自分は欠点だと思い込んでてるかもしれないところがあって、ね、うちの娘はそう変わらないで、ね、本とか読むのあんまり好きな、読み聞かせば読むんだけど自分で声出すの大嫌い、本読とか。でそれはなんかこれは何とかかんとかっていう人がいるんだけど、まあ、でもねそれ算数得意だしいいんじゃないかみたいな。でそのなんか苦手な音読してるうーって言って、僕今日もすごい聞くじゃん、あらうーとか言って音読のうーとかでやってるよりはね、そういううーっていう10分間を大好きな宇宙の図鑑読んでる方がよっぽどなんか精神的だと思うから、じゃあそっちもいいんじゃない、もう音読しなくてって言ってしないで出しちゃったんだけど、宿題もなんか、うん、多くの人が周りの人は平均減ってんだよって言われてることはそうしたら実はないかもしれないっていう視点で切られると違うかもね。実節を大事にして、実節を大事にしてマイナスの実節があったらもうそれを拒絶するっていう日本の社会はどう思いますか？いや、それいい質問だよね。本当そう思う。失敗を社会が寛容しておくってすっごく大事で、それすごく欠けてると思いますよね。うん、で海外なんかだと失敗、シリコンバレーなんか大体 2,3 回失敗したからね、やる人がね。で、今僕も始めましたけど、大学を中退した人のためだけのベンチャーキャピタルとかあって、なぜなら中退した人の方が実は統計的に見たら成功率が IPO より高かったりするんですね。だから日本は本当にその、まあ、私も実はあれ走っちゃったけども、高校中退1回してて大学も1回中退してるんだけど、それね、それで別に日本的に見たらどうなのってことだと思うんですけど、それむしろクールであると思われるくらいの社会にしたいなと思って。